win. まあ、だからなんか一気にギルはどういう時出すんですか。まあそうだね、まあ相手のランクまたラウンジの違い、あー、まあ例えばランクマだと、まあ誰と当たるかわかんないんで、誰と当たるかわかんない2先を対戦できるんですよ。ただやっぱそのランクが結構バラバラだったりするんで、例えばダイヤになった人とか、ダイヤでもダイヤに上がってすぐの人だったり、ダイヤに上がったけれども、1年間ずっとダイヤとか。結構実力がバラバラだったりします。でもラウンジだと、その条件つけて、やれたりもするんで、じゃあ例えば3万からの人を募集しますってやったら、まあそれなりに実力の高い人が、対戦できたりするんで、結構内容が濃くなったりしますね。でも結構なんか、ラウンジとかやると、結構特定の人が入ってくる傾向があったりもするので、やっぱ結構キャラ体が、偏っちゃうことも多い。めくりか。そう、だから俺が去年とか、まあ、今だったら結構いろんな時間帯にできるからあれかもしれないけど、去年とかラウンジ立てれば柳井くんが絶対来るみたいな、まあ、あと、ブランカ V スキル1の方がいいです。まあ、あとは、特定のキャラやりたい。このキャラ募集しますって、ちゃんと募集すれば、そのキャラが来てくれたりとか。で、特定のキャラ対応するっていうのが、ラウンジじゃないかなと思っちゃうけどな。で、ランクマはやっぱ、自キャラのなんか基礎力上げるようなもんだと思うけどね。はい、こんにちは。ランクマ初対戦。あ、さっきのバルログの方っすか。
いやー、マジか。地上くらいすると思わなかった。わー、これタックルか。タックル CA でいいのか。力強い。まあ、アーマーを張ってると、やっぱ守りが、硬くなる。お昼を食べながら配信見られる。ありがたい。そうっすよね。12時はお昼の時間っすよね。今日はナポリタンを食べました。あ、忘れてた。ジャージ限定だ。ジャージ限定。ジャージにしよう。これ終わったらジャージにする。6月まで、7月までか、7月までジャージ限定。お!それ、絶対見よう。絶対見る。すべての試合絶対見る。動いてないんですけど、あの人。あの CFA のビデオキー。インフィルは、マジで、なんだろうね、天才だと思う。はい、こんにちは。でも全部動いてないんですよ、インフィルの情報。欲しいのに。お前のプレイを見て俺は、エドを始めたんだぞ、って。もっと参考にさせてくれ、つって。